マーサー軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3785人であり、2000年の3757人から0.7%増加した。軍庁所在地はプリンストン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マーサー軍は1845年2月14日に設立され、軍名は アメリカ独立戦争に従軍したジョン・フランシス・マーサーにちなんで名付けられた。マーサー軍は1845年2月14日にグランディ軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争に従軍したジョン・フランシス・マーサーにちなんで名付けられた。現在のマーサー軍となった領域で最初の高級的開拓地ができたのは1837年のことであり、 いくつかの家族がミズりリ州の他の地域から移ってきたものだった。テネシー州生まれのジェームズ・パーソンズが1837年春の最初の高級的入植者だと考えられている。当時はリビングストン郡に属しており、1841年には新設のグランディ郡の一部となった。1837年より前では、主にサク・アンド・フォックス族やポタワトミ族インディアンが、 狩猟場として使っていた。これら部族によって一時的な狩猟用を宿営地ができることがあったが、それ以外では人はいなかった。アメリカ独立戦争のプリンストンの戦いで戦死したヒューマーサー将軍にちなみ名付けられたプリンストンの町が1847年に軍庁所在地として設立された。軍の北側境界線はミズーリ州とアイオワ州の間に起きた。 流血沙汰の境界紛争、ハニー戦争のために軍ができてからも6年間は紛争が続いた。1851年にアメリカ合衆国最高裁判所の採決で宗教が確定し、境界線は9.5マイル南に下った。南北戦争の時、マーサー軍は東に隣接するパットナム軍と共に北軍の確たる支持者だった。軍民の多くは、 ペンシルベニア州、オハイオ州、インディアナ州など、バックイーストと呼ばれた北部の出身であり、州北部にある、メイコン軍、アウドレーン軍、モンロー軍など、他軍のような強い奴隷所有制度の伝統がなかった。他軍は、南部州から移ってきたものが多かった。1860年の国勢調査では、マーサー軍で12家族が、奴隷所有者となっており、奴隷の総数は24人だった。 南軍に協力した、軍民は20人に満たず、一方北軍には1000人以上が志願した。マーサー軍出身の者が入った部隊としては、第23、第27、第35連隊、第2期兵隊と、第12期兵隊、第5カンザス期兵隊、及び、ミズーリ州民兵隊の小さな部隊があった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は455.18平方マイルであり、このうち陸地454.18平方マイル、水域は1.00平方マイルで、水域率は0.22%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マーサー軍の地方レベルでは共和党が大半の政治を支配しており、 軍の選挙で選ばれる役職は二人を除いて独占している。2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、マーサー軍は兄大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で、各候補に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。